あそこで見えてますね。はい、行ってみましょう。はい、ここにね、浄瑠神古墳、大和たける、寿ヶ原、白鳥寮、関鈴鹿古墳。関鈴鹿どこの、こっちあるのかな。ああ、この裏やったな、関鈴鹿古墳な。この裏でございます。これここで左やってるな。これね、はい、入りましょう。以前来た時この辺なんか工事してあったけどね、これやってあったのかな、この階段を。ここ危ないな、階段やってあったかもしれんな。はい、ちょっと上がってみましょう。綺麗な階段になってますわ。ここにね、大和たけるの見事、白鳥伝説が書いてあるんだけどね、どこやったかな、成敗して三重県からね、ここで一回降りられて飛んできたんやて。羽曳島にもね、漁があるんやけど、連峰公園の大きいのがね、ここでございます。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってみましょうか、一瞬ね。どういう感じなんだろう、これ。丸くなっとるけど、ええ風なんだね。寒いんで、海がやっとね、今、炊き出しましたね。あら、よう見るね、ここ。この山、ここから見られへんか。これは古墳としてちゃんと石棺とか入れてあるのかね、わからんね、これ。おお。なんかちょっとわからんけどね、なんか入られへんからね。大きな木がね、こうやって見られへんの。形は前方後円墳になってるけどね。ね、形は向こうがね、方墳で低くなってましたろ、ずーっと高くなってましたろ。で、ここは円墳になってるからね。そういうことはないと思うんだけどね。上からちょっと撮ってみましょうか。こんな感じですからね。はい、前方後円墳でございます。見た感じはね。英墳というのを方墳かな、これ。山の全体の形見たらね、方墳ですけどね。あら、あら、ここから見て見えますかね、こうか。
ちょっと微妙な形してます。裏から見るとほんまに前方こういうふうに見えるけどね。ここはあれだしかね、作り出しようかない。ちょっとなんか変のは変やけどね。天皇陵は54台、5台ぐらい全部回ってますけど。あ、もう全部回ってますよ。はい、あの1台だけ、誰だかな。1台だけ、そう、淡路島だけ行ってないだけで。あ、淡路島。あとは全部回ってますけど。伊勢は行ったことあんねんけど、もう覚えてないです。もう昔やから。で、あの、羽曳の方はね、前方こういう踏んだから。あっちの方は大きいですね。ね、大きいでしょ、ね。伊勢も割合あれやけどね。いや、行ったことないからやけど。行かれたんですか、伊勢。いや、伊勢はまだ行ってないんだけどね。はい、あのいろいろ大和の古墳っていろいろありますね。あの名古屋の熱田神宮の。まあまあそうやけど、イメージ的にはあの前方後方公園墳、向こう見たらね、こっちから見たらおかしいけど。僕の裏になったらちょっとへこんだね。はい、それこと言いながらずっと回ってましたけど、前方公園じゃないかい。ほんでそこから見ると、横から見るとまたあの向こうは丸くなってるけど、手前はもうこんなまっすぐになってるから、こう角くなってる、だから角くなってるから、これは方墳かな。でこっち来ると出っ張り歩き、ああ前方公園かなとかね、いろいろ考えてね。本当に言うと前方公園墳っぽくしたかったんやけど、ここに神社があったんでできなかったと。でもいろいろ長い間ありがとうございました。ありがとうございました。